群青の洞窟 B1 階。こっから始まるのか。じゃあ行きましょうか。洞窟に。途中で襲ってきたりしないよな。対救助隊とかで戦いたくねえぞ俺。お、技マシンがある。何これ。八つ当たり。今の俺たちの気持ちを表したかのような技マシンだな。じゃあ行きましょうか。7人か。ちょっとね、敵がどのくらい強いのか分かんないけど。うわー、でも HP 結構高そうだな、なんか。あ、でも経験値はそんなに。高くないですね。群青の洞窟。じゃあ、どんどん進んでいきましょうか。ズバッと。ほい。基本体当たりで。睨みつける。ちょっと待って。俺、ノアの連結まだ外してなかった。俺、ノアの連結外してなかった。まあ、いいか。いっか、このまま。ノア結構能力値上がるよね。で、行くか。おい、行きましょう。ズバッと。ちょっと待って、体当たり登録しよう。泥かけ水鉄砲はなんか、あ、なんか変な方向に打ちた。ミスった。え、ちょ、強っ。強いな、こいつ。え、ちょ、待って、やばくない？やばいやばい。いけるか。ちょ、ご了承しちゃった。ごめん。行くか。復活の種欲しいな。爆裂の種でも、まあいいんだけど。なんか来てる。7人か。ちょっとダメージがな。足踏みで回復する量がやっぱりそんなに多くないから、結構長めに足踏みしてもいいかもしれないね。なこれ恩返し。おお、八つ当たりと。ああ、また前出ちゃった。ノア頼んだ。俺は石で援護するぜ。おい、いけ。一通りダメージを浴びせてくれ。これ煙幕がいらないかな。まあ、煙幕があれば、仮に倒しきれなくても、その、煙幕が巻かれてるから、から元気。ほんとなんか、俺たちの今の状況を表したような技マシンしかないね。仲間たちから、今まで助けた人たちから恩返しを、そう。八つ当たりしたい気持ちで、今は八つ当たりしたい気持ちだけど、今まで助けた子たちからの恩返しがあるから頑張ろう。から元気を出して頑張ろう、みたいな。なんか作文ができる。技マシン作文ができるよ。八つ当たり、どこにでも八つ当たり したい気分だけど、恩返ししてくれる仲間がいるから、から元気でも頑張ろう。セロつってセロつって、うん、心の俳句。じゃあ行きましょうか。なんかそういう意図であの技マシンは置かれてたのかな、あそこに。わかんないけどね。じゃあ進んでいきましょうか。群青の洞窟 B9 階。おさましんがまた落ちてる。吠える。そうね。から元気で頑張ろう。と、太陽に吠える。みたいな。と、太陽に吠える。すげえ後付けだな、まして。そう、吠えるはさすがに無理があるわ。はい。と、セロは吠えた。みたいな。作文が作れちゃうよ、わざましんで。行きましょうか。PP マックス。ちょっとアイテムかな。カバンもうちょい拡張しとけばよかったな。足元。飲もう。これ、依頼、多分ランクが上がればカバンも広くなるんだけどね。うん、もう少しカバンを大きくしといてもよかったかもしれない。体当たりでいいか。ちょっと、ノアがすげえ PP もったいない感があるけど。まあ、ちょっといいや。まあ、使ってもらおう。おい、じゃあ、どんどんす、割とサクサク進めますね。うん、すいません。ちょっと喉が。あのね、ゲンガーの声を出すとね、ゲンガーの声を、うわ、強っ。ゲンガーの声を出すと喉なくなるんだよね。喉がなくなる。喉取れるもん、マジで。ゲンガーの声出すと。割と、個人的にはすごい力作なんだけど。多分ね、青の救助隊シリーズで俺ゲンガーが多分一番力入ってるわ。すげえ力作だもん。よくあの声いけたなっていう。ただ喉なくなる、あいつを一度演じると喉がなくなるから。なるべくゲンガーには出てきてほしくない。行きましょうか。笑い声が本当にね、下水笑いがしたかったんだ、俺は。あいつクズっぽいけどな。おい。ちょっとオーバーキルなんだよな。
経験値200ももらえんのこいつ。強っ。ほい。ゴロンの石で削って泥かけかな。泥かけ&水鉄砲で。基本中間があれば回復できるから、特に気にしなくてもいいかな。うん。PP とか。PP とかなくなる。あ、ごめん。ちょっとマイクぶったたいちゃった。ごめんなさい。特に気にしなくてもいいと思うんだけど、体当たりでいっか。え、全然効かねえ。じゃあゴルバと強いぞ。さてはゴルバディ、ゴルバディオス、ゴリュバ、ゴリュバ強え。ゴリュバット、あー来た。怒り、怒るね。まあそうかっかしなさんな。あー怒りでどんどん強くなるけど、こういう時に連結がね、まあ、あんまりいい役立ってなかったけどまあすぐ倒したい時ね、うん、怒りとかでなんか攻撃力下手に上げられるくらいなら一撃で倒そうみたいな、うん、まあ、一撃必殺みたいな。俺んの身もいらないかな。別に HP 増えるわけでもないし、うん、行きましょうか。群青の洞窟 B14 回。ごめん、ちょっと本当喉が破壊されたゲンガに喉壊された。ちょっともう、あ、来た。抜けましたね、群青の洞窟。割と平凡に抜けれたけど。ふぅ、やっと洞窟を抜けられた。追っ手のポケモンたちはどこに？おい、いたぞ、あそこだ。セロを捕まえるんだ。あ、来ちゃったよ。逃げろ。てか、村人がほんと手をくるくるす。手のひらをくるくるしすぎだからさ。あいつらどうせ俺が真実を見つけたら、悪かったっつってすぐ、どうせ反省もせずにくるってやるんだろ、手のひらを。待て、逃がすな。って言われても待てねえよ口が回ってねえあれは何、火山だ。炎の山だ。火口から溶岩があんなにたくさん流れてる。あそこを通ることなんかできるのかな。でも後ろから追っ手が迫ってくるし。セロどうしよう。でも行くしかねえだろ。お、あそこにいたぞ。捕まえろ。選びようがないよ。行こう、セロ。ちょっとな。あいつら、炎の山に向かってきやがった。なんて奴らだ。炎の山は未踏の地。ここまでだって、誰も行ったことがないのに。俺、あんなとこ行くのやだよ。仕方ない。行く勇気があるものだけで追いかけるんだ。そこまでして追わなくても。まあでも、世界が荒れてるのが俺のせいにされてるからな。まあ俺、実は俺のせいなのかもしれないけど。くっそ、どこ行きやがったんだ。こっちに逃げたはずだ。もうちょっと探そうぜ。おお、団結すんな。ドカ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 。しん。も、行っちゃったかな。あ、隠れ身の術を使ったのか。うまいね。炎タイプだからね。BGM がなんか、どしどししてるな、なんかめっちゃ。ふぅ、なんとかやり過ごせたみたいだ。でも、ここにいてもしょうがないよね。逃げるのは、この山を抜けるしかないんだ。準備ができたら行こう、セロ。行きましょうか。ちょっとアイテム預けたいな。すいません、少しアイテム預けます。カッツ。はい、じゃあそれでは続きやっていきましょうか。炎の山入り口。セロ、準備ができた？どっちに行く？岩の横穴、炎の山。え、どっちがいいのこれ。ちょっと、セロ的には炎の山の方が、まあどっちでも戦いやすいか。ちょっとノアが岩きつそうだから炎から行こうぜ。うん、行こう。大変そうなところだけど、頑張ろうね。選択式なんだ、炎の山1回。まあ基本的には大丈夫だと思うんだけど、水タイプだから多分ね、そんなに怖くないよ。ただノアがちょっともらいびって、全然炎タイプがいないんだけど。嘘だろ、ピショッツ。でもいけんのかな、威力的に。うわー、倒しきれない。よし、じゃあ進んでいきましょうか。マグマック、ただ俺の連携技でそこを倒せそうだけどね。うわ、倒し、強。なんかやっぱりタイプ1技強えわ、普通に。てか特殊技というか、なんか体当たりとかまた別の威力があるね。ゴロンの石、ゴロン出てくるのかな。ドンメル、大丈夫、ドルメルは倒せる俺が。あ、やばい、登録してるのは違った。泥かけ水鉄砲で多分そこ倒せると思うんだけど。おい両方とも効果抜群だから。できればボスとかがいてくれればな、ノアの連携が、ノアの連結が役立つんだけど。おい、
オッケー、殺しきれない。いいね、でもノアが通常攻撃で沈めてくれるから、なかなか。なんかある、金、お金結構落ちてるんだよね。ちょ、どんどん仲間エリアもさ増やせるしさ、すごいいいよね。炎の山4階、なんか落ちてる。恩返し、恩返し系が多いな。恩返し系というかノーマル系統の技だな。スモッキー危ねえ。ちょっと、うわ、やけどしちゃったよ。めんどくさいことしてくれるじゃないか。これ物理技の威力下がったりしてんのかな。恩返し、恩返しじゃない金、やけど、まあいいや。回避どうすれば回復するでしょ。じゃあ行きましょうか、早速な。ちょっと斜め移動要求されるの厳しいな、これ。マグマの炎の山6階、すげえサクサク進めますね。うん、かなり移動しやすい。また何か落ちてる。メロ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 か。でもこれオスかメスかとかって分かんの、これ。俺オスなの。チーム、わかんない、オスかメスかは書いてない。でも最初に男の子かな女の子かなで男の子にしたから多分俺は男なんで俺そんな疑問を持たなきゃいけねえんだ多分俺は男っつって、男じゃないなかったらどうすんだマジでこんな声出しながら。でノアも多分お、いやーでも僕っ子の可能性はね、コメントで示唆されてたんだけど、僕っ子の可能性もあるって言ってたいや、わかんないけど、倒しきれねえ、倒しきれないね。しっかり両方当たってくんないとちょっとね命中率が若干不安かなっていう。ほい、いけ、2発とも当たればね倒せるんだけど、つぼ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 、耐久力がやばい。あーでもそんな怖くないな。あーでも死なない、 HP 高いな。よし、行きましょうか、行きませんか。下かな、なんかこう BGM がなんか やばいな、なんか出てきそう、何かが出てきそう。行くか、階段。炎の山7階、いるね、ウツボットが。いいかな、ちょっと無視するか、あんまり戦いたくないな。はい、金。結構階段がすげえ見つかる、見つけやすいですね。炎の山8階、ほい、なんかあった。結構ゴローンの石はね重要なアイテム、20ダメージ固定は普通に強いから、持っといてそのしね。ボス戦とかでも使う、目覚めるパワー、目覚めるパワーか。ポケダンの目覚めるパワーってどんな感じなの、普通にいろんなタイプのあれなの。ちょっと待って、連結解除してこれ連結の解除も、連結箱使わなきゃ連結解除できないんだっけ。ちょ、ノアさ連結分解してにらみつける体当たりを連結しよう。で、火の粉はちょっと別で打ってもらう。火の粉、煙幕は、煙幕火の粉でもいいけど、ちょっと待って、どうやって移動させるんだっけ。 R ボタンと技で技の連携。ちょっと待って、煙幕火の粉にしよう。煙幕火の粉と、ちょっと PP の関係で煙幕火の粉あんまりあれかもしんないけど、せめて2つに分けてもらおう。そう、1つだとねどうしてもさすがに無駄打ちが過ぎるから、これでだいぶ安定するんじゃないかな。階段どこ、これ上か、上っぽいな。完全に喉やられちゃった完全に喉やられちゃったよ。ゲンガに喉破壊された。もう何も声が、あ、逃げるね、逃がさないよ。あれ強い、こいつ硬いね、ギャロップすいません本当に喉がやばい。てか、これ喉がイガイガするときって咳すると逆効果なんだよな。咳しちゃった咳しちゃったよ、いけ、どう、いけるか。ちょっと強いな、ギャロッパー、ギャロッパーマジ強いんだけど。よし、オッケー、続々。炎タイプは火の上歩くからな、平気で。あれ、行き止まりなんて行き止まりだ。
攻撃が当たんないね。煙幕ちょっともらい火、すげえ、火の炎タイプ相手に45ダメージ叩き出すってやばいなお前な。泥かけ水鉄砲で両方とも当たってくれ。倒しきれないか。大丈夫。そうゴロンの石はね、こういう取り逃しをね食えるから結構美味しいんだよね。はい、金金金だらけだね。やべ、お腹減った。10回。ちょっと待って、お腹、あ、連結技ってもしかして使うと腹が減るのか。今さら一応桃色グミ食うしかない。じゃあ状態確認。ちょっとな、俺をコンピューターとして動かすことがないから別に。ちょっと待って、お腹減るのかとか言いながら俺使ってんだけど、普通に連結、連結技使わないよ。ちょっと使いすぎも良くないなこれ。連結技使いすぎ良くないね。お腹多分減ってるよこれ。今お腹に、え、ちょっと待って、グミこんな回復すんの？グミってお腹25も回復するんだ。へえ、行くか。お腹減ってきた。ちょっと早めに階段、中間か階段があればいいんだけど、ないね、なかなか。ちょっと無駄な歩きが多いかもしれない。コータス、叩かない方がいい。なるべく。おい、行きましょう。11階、炎の山。多分そろそろ出口だと思うんだけど、茶色のグミ。グミでお腹が満たせることが分かったから、しばらくは大丈夫だと思うんだけど。おい。炎の山、12階。結構深いね。てかもう、ほとんど深いね。おい。いいね。まず、あ、やばい、 PP が、ちょ、案外 PP と、俺リンゴと PP マックスいらねえかなって思ったんだよな、ストーリー中は。正直あの中間とかあるからどうにかなるべって思ってたんだけど、案外そんなこともないな。来た、中間ですね。冒険記録しよう。行きましょうか。ここでカバンの整理はできないのか。進んでいきます。炎の山山頂。なんか前の雷のなんとかの山頂になんか雰囲気似てねえか。山頂があるってのはなんか怪しくない？てか岩の抜け道があったってのはどういうことなの？相手しなくてもいいってことなのかな？ごめん、どういう意図なんかわからないけど。噛みつく。ちょっと怖いね。危険なモンスターが出てきたね、ウィンディーとか。ちょっとレベルが、敵の強さもかなり上がってきてるんではないでしょうか。抜け道って言ったらじゃあ、え、ボス回避できるってことなのかな。え、絶対ボスいるよねこれ。2段階で分かれてる時点で絶対ボスいると思うんだけど。しかも山頂っていうことはさ、あのなんかサンダーの時にすごい似てるような匂いがするんだよな。来た、レベル上がった。着実にレベル上がるね。いいよ、炎の山山頂。来た、あ、い、出てきそう。なんかここかな、炎の山の山頂は、頂上は。しかしすごいねこれは。いくら火山とはいえ、この溶岩の多さは普通じゃないよ。これも災害の影響かもね。絶対怒ってるよ。うわ、熱い、今にも火傷しそう。こんな危険なところにずっといたくないよ。早く抜けよ。待てい、あれ。やっぱり辺りが急に暗くなった。山の叫びが聞こえる。苦しくて悲鳴を上げているのだ。お前たちなのか、炎の山を苦しめるのは。違うよ、僕たちじゃない。僕たちたまたまここを通ろうとしただけだよ。そっちこそ誰なんだ、姿を見せろ。やばい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 やば、ガンつけられるぞ。山の怒りは私の怒り。来たー。やっぱりな、サンダーの時に似てたもん、状況が。頂上3階までだったし。私の名はファイヤー、炎の化身。すげえ。山を荒らす者は許さない、覚悟。嘘だ、どうしよう。ちょっとこいつどうやって倒せばいいの。とりあえず睡眠の種あたり投げとくか、一発。近づかないことには戦い始まらないから、一回寝む。お、寝ねえ。寝ねえこいつ。どうしよう、爆裂の種で爆撃してもいいけど、え、まあ向こうから近づいてきてくれたから戦うか、仕方ない。あの復活の種はね2つある。
泥かけ水鉄砲だな、やっぱ安定の。プレッシャーが痛い。オッケー、命中下げてこ、どんどん。プレッシャーが、ちょっと、頼むぜ。ノア、ちょっと待って。チーム、ノア、技。使えるようになってるよな。頼むぜ。煙幕張ってくれると嬉しいんだけど。俺は泥かけで、こいつの命中率をどんどん下げるから。行動不能にする。命中率を下げて。よし、煙幕かかった。いいね。いやープレッシャーも結構地味に。オッケーオッケー、当たらなければどうということはない。そして当たらないうちにもっと当たらなくしてやる。いけそうじゃねえか。でもなんか空振り状態だし。うえお前水タイプ相手にその威力出してくるってやばいよ。泥かけ水鉄砲、いやでも命中率ひたすら下げ続けるしかない。当たんねえこと祈って、ダメージは入ってるはず。で空振り状態、空振り状態美味しいね。いやーこれノア連結させといても、対ボス用の核兵器としてノア残しといてもよかったな、連結ボックス。いやでもちょっとダンジョン中で使いづらいからな。オッケー、着実に命中率は下がってる。睨みつける体当たり、いいぞ。よし当たんね。当たらなければどうということはない。もう命中率、もうお前に命中率はないはずお前に命中、全然当ててくるんだけど普通に。嘘だろ。でも攻撃し続けるしかないよなこれは。うわ攻撃当たんねえ。睨みつけろ。ほい、オーケー、いいね。すげえ経験値もらえる。1045。ノアはレベル18になった。やった、レベルアップだよ。ほい、特攻に上がった。結構ノア能力値上がるな。やった、ボコっちゃったファイヤーも、ファイヤーも巣を守ろうとしただけなんだろうけどな。ごめんな、巣まで踏み込んでぶん殴っちゃって。なんのこれ式のことで。待ってよ、僕たち悪さしにここへ来たんじゃないんだ。ただ追われてこの山に来ただけで、それに苦しんでるのはこの山だけじゃない。今いろいろな場所が自然災害にやられてるんだ。僕たち今は追われててできないけど、でも災害に苦しんでるポケモンたちを助けたいんだよ。その話本当なのか。本当だよ、信じて。もし嘘だと思うなら僕の目を見て。目つぶって目つぶってるよなこれやどうした子宮に。はあよろしい、あなた方の話信じましょう。なんか女の子っぽいなこのファイヤーはあびっくりした、腰が抜けるかと思ったよ。俺も腰が抜けるかと思った。ここを通りなさい。炎の山を抜けるのです。そして約束してください。必ずや被害の原因を突き止めて、これ以上災害が広がらないよう食い止めることを。分かった、約束するよ。と言っても今すぐは無理だけど。いやー、もうちょっと何なんだこいつは自分が気に入らなかったらすぐ吠える。そうやって、まあ、すぐやります、やりますよ。今は追われてるからちょっと無理だけど、でも僕たちは救助隊なんだ。必ず災害の原因を突き止める。約束するよ。約束ですよ。あなた方ならきっと成し遂げてくれる気がします。私に立ち向かった勇気、それを忘れなければ。やわあ、まだ何か。いえ、ただここから飛び立とうと思っただけですちょっと仲良く なったら面白いタイプだこれそうなんだ、いちいち紛らわしい飲み会とかに呼びてえこのファイヤーこのファイヤー飲み会に呼びたいタイプだ。ではよーふう、すごく怖かったよ。でもファイヤーが分かってくれてよかった、本当に。さてと、僕たちも抜けよう炎の山を。行くか。うわすげえなこれ絵が。すごくたくさん歩いたね。僕疲れたよ、ちょっと休もう。いい景色だね。すごい景色だよなこれ。あ、ほらセロ見てよ、炎の山があんなに小さく見える。ほんとだいぶ遠くまで来たよね。ねセロ、炎の山は越えるのがとても大変だったし、
あそこを越えられるポケモンって少ないと思うんだ。そしてその後僕たち必死でここまで逃げてきたわけだしさ、正直僕思うんだけど、ここまで来たら追ってくるポケモンなんてもう誰もいないんじゃないかな。いやまだいる冷静な判断ができる。そうだね、もういないよね。ははは、現実から逃げ行っちゃいけねえ。まだいる。まだダメだ。まだ逃げよう。え、まだいるって誰なのそれは。そっか、フーディンか。フーディンたちのチームならここまで来れそうだよね。まあ、正直この山を越えるのはどうなんだ。ファイヤーいちいち倒さなきゃいけないだろうから、タイプ相性的にはな、確かフーディンのチームバンギラスがいたから多分負けないと思うけど、ゲンガーたちのチームじゃ多分乗り越えれないと思うけどな。うん、しょうがない、行くしかないよね。この BGM すげえいいな。とにかく誰も行けないような場所がいいな。頑張って歩こう。ん？どうしたの？行かないの？セロ。え？僕が疲れてるんじゃないかって？追っ手が来るんだ。休んでなんかいられないよ。それに僕言ったじゃないか、僕セロについてくって。そんな顔しないでよ、平気だって。行こうセロ、僕どこまでもついてくよ。いいやつだな。一時期一時はな、なんか俺もスキャンダルが発覚したけど。こうしてセロたちの過酷な旅は続きました。彼らはより厳しい場所を求め北へ向かいました。山の向こうの山を越え、ぬかるんだ沼を越え、凍った崖を登り、セロたちはとうとう雪が積もる氷雪の地へとやってきたのでした。なんかここ覚えてるな俺ここすげえ覚えてる。多分おそらく今まで2匹の奴らが出てきたから、おそらく残り1人のガーディアンが立ち向かわなければならないんではないでしょうかね、おそらく。はい、というわけで、なんかすげえ覚えてるわ、山頂たちと戦った記憶が。じゃあちょっとここら辺で一旦終わりにしますか。はい、じゃあそれでは次パートでお会いしましょう。 See you next time。 バイバイ、お疲れ様でした。でもストーリーは全然思い出せないんだよななんかどんなボスと戦ったかはなんかうっすら思い出してきたけど、やっぱ10年前の記憶なんてあんま残ってないもんだな。うん、はい、じゃあそれではお疲れ様でした。次パートでお会いしましょう。 See you next time。 バイバイ、お疲れ様でした。